X 氏の手帳、堀立夫。ある夜、ある酒場から、一人の青年がふらふらしながら出てきた。彼は非常に泥酔しているように見えた。タクシーと彼は怖高に叫んだ。一台の汚らしいタクシーが止まった。彼はふらふらしながらそれへ乗った。 車はガタガタタ走り出したそれをちょうど巡回中の巡査がやや離れたところから見ていたのであった車が走り去ってしまうとその後に手帳のようなものが落ちているのを巡査は認めた青年が落としていったものらしかったそこまで歩いて行ってみるとそれはやはり黒革の手帳だった 巡査はそれを取り上げて、街灯の光で、ところどころ読んでいった。午前九時に、僕は目を覚ますのだ。頭の中から、夢が逃げてゆくのを見ながら。僕は少し頭痛がする。僕は新聞を読む。食欲増進剤として、それから僕はチューリップのように食事をする。 そして、それを消化するため、再びベッドの上に横になる。ブライヤーのパイプを吹かしながら、それは僕の手をまるで小鳥のように温める。僕はようやく落ち着く。それから僕は机に向かって、猿が飲みを探すように、僕のインスピレーションを探す。僕は、 ペンを取り上げるそこまで読んでくると巡査はパラパラとページをめくったのである。夜になって僕の部屋に一人でいると僕はあんまり僕になりすぎるのだ。それはなんという不安だ。僕は帽子をかぶって出かける。僕は一晩中歩く。僕は あんまり僕になりすぎぬために、むちゃくちゃに歩く。僕はしまいに疲労する。そして、疲労が増加するにつれて、僕の鼻が病的に鋭敏になる。ゴムの匂いがしたり、ゴミの匂いがする。良い匂いと悪い匂いとは、よく混ざらないものだ。時々、たまらない匂いがする。 そのたびに僕は尾行を閉じる。数分間の窒息。僕は何よりも休息を求めなければならぬ。僕は近くのバーに入ってテーブルに突っ伏す。それはすぐ酒の染みとタバコの吸い殻で道路のように汚れる。そして僕に無理に 思い出させようとするのだ。僕をそんなにも疲労させたその夜の道筋を、それが再び僕の疲労をよみがえらせる。それからもはや僕にはわからない。僕の横になっているのが、自動車のクッションの上であるか、それともどこだか知らぬホテルのベッドの上であるか。 巡査の目には、さっきの青年がガタガタしながら走ってゆく自動車の中に、ぐったり倒れている様子が、妙に生き生きと浮かんだ。それからまた、でたらめに他のページを開いた。女の恥辱の方程式ほど難解なものはない。僕は、ある少女が、彼女の心臓の上に、 X 字上プラス 2AX を持っているのに出会ったそれは彼女に素晴らしく似合っていたいくら読み直してみてもそれは何のことかわからなかったまたパラパラとめくっているうちに他は全部陰気で書かれてあるのにそこだけが鉛筆で書かれてある一箇所が目に入った 僕は昨夜陰気を飲んでしまった夢を見た。僕は今日陰気が恐ろしい。そしてなんだか僕の静脈が気になって仕方がない。こいつは少し木の字だなと思った。そして最後に次のところを読んだ時には、巡査はこの手帳を落としていった青年が気狂いであるともはや 断定せずにはいられなかった。一頃ころ夜になると必ず発熱するので僕は僕の部屋に閉じこもっていた。僕はぼんやりしていることが多かった。夜は非常に長かった。僕は時々時計を見た。僕はもう時間がだいぶ打ったろうと思っていたのに。 それが一分も過ぎていないことがしばしばあった。毎晩のことだった。そのうちに僕はそれが毎夜一定の時刻に起こることを発見した。すなわち午後十一時四十七分になると、僕の時計が、それとも宇宙の時間そのものが止まってしまって、長いこと動かないのである。 僕はそれを僕の時計の故障のせいにしようと思ったが、なんだかそれでは満足できないような気がした。そこである晩、それがどちらであるかを決定するため、僕はその時刻になるや否や、一台の自動車を雇って、僕の住んでいる大都会を一周するように命じた。自動車は非常な速力で走った。 僕はあっちこっちの大時計を注意して見ていた。そして僕はそのどれもが正確に11時47分を示しているのを発見した。どんなに自動車が速力を出したって、A 区の大時計から B 区のそれまでは相当の時間がかかるはずだったのに、それを知ると僕は狂おしくなった。それは、 僕の時計の周期的な故障ではなかったのだ。そしてそれは大都会のあらゆる時計がというよりも宇宙の時間そのものがその時刻になると一時的に停止してしまうのだ。なんという神秘的な時刻だ。僕は町中を一周させてから再び僕の家に帰って それから僕の時計を見ると、それはまだ11時47分を示していた。